株式会社エクサって転職先としてどうプログラマー SE 食体験談。エクサって JFE グループと k i n d ルジャ j a p a n の子会社だから安定してて良さそう。技術力も高そうだし、給料も結構良さそうだよな。エクサいいですよね。親会社が大手、JFE グループ、k i n d ルジャ j a p a n で安定してるし、技術力も高そうなイメージがあります。私は以前エクサの社員さんと仕事したことがあります。関連する別プロジェクトにエクサの方がいてちょくちょくやり取りがありました。そんな経験も踏まえて、エクサへの応募に役立つ情報を紹介します。 私のエクサ仕事体験談、エクサの社員さんはフレームワークチームのメンバーでした私が当時やってた仕事は各拠点にあるユーザーデータを統合的に扱う Web API 開発をしてたので大きな意味では同じ部門の仕事でした全体の打ち合わせなどでは毎週のように顔を合わせて技術的課題などについていろいろなことを話し合いましたエクサは技術力高いフレームワークチームの方だったからかもしれませんがとても技術力のある方でした社風は真面目で穏やか真面目で穏やかで冷静な人が多い印象です 怒ったたとととこころとか見たことがありませんその後、転職して流通業グループの IT 子会社に移った後、仕事をエクサに発注したことがあったのですが、その時も、真面目で穏やかな方たちでした。忙しさは残業多い私自身はほどほどの労働時間でした。残業ある時はあるし、定時で上がれる時もあるって感じでした。同じ顧客の関連プロジェクトなので同じような感じだったはずです。 年収は当時私が勤めていた会社はリーマンショック後に業績が悪化して私の年収は70万円下がってしまったのですがエクサの社員さんに聞いたらうちの会社はそんなことないですよ下がったりしてないですとのことでしたうらやましい親会社がしっかりしてるって大事だなと思いました私が勤めてた会社は独立系 SIR でしたからね言語は j a v a でしたエクサは業務システム開発の仕事が多そうなので j a v a ができると入りやすいんじゃないかと思います